お前が過酷。やってきまーす。意外とうまくいじゃん。はい、アイシング場大勝負改めてボール投げ競争でーす。イエーイ、肩壊しののガチレベルとぐらいフィジカ。いやもうでもね、一投投げないと分かんない。あー、一旦今の全力で投げてみて、本当に取れる可能性はある。本来取れる、マザーが一番投げれるんだよ。そう、本来多分、ね、絶対投げれる。そう、まあ、手もでかいし、いや手はでかくないんで、指が短いから、すごい短いけど。じゃあ、一投目ちょっと気になるから行ってみるか。俺が行く。一投目行こう。一投目行こう。一投目行こう。いや、もう、一球やって本当にダメだと思ったら、もう二球目したから、しながらやろう。しながらやろう。そうするわ。それで、お願いします。一球にかけよう。一球で、一球に全部かけろ。全部かけろ。今日の全部かけろ。今後何もできないかもしれない。いいですか？準備 OK ですか？じゃあ、今行きますか、はい。それでは、赤チーム、マザー選手の一投目です。はい。うわぁ、うわぁ、うわぁ、いや、これね、一気の。16メートル。これ飛んでんじゃないか。いけてるよ。ナイスナイス。ありがとう。横投げなんだね、彼は。青チーム、リーガー、ケイ選手の一投目、お願いします。頑張れ。いや、悪くない。あ、いいんじゃない。はい、はい、普通にファウルです。青チーム、練習者2投目、お願いします。2点、元気練習者使って。もう、いった意外と飛ぶんだね、みんなね。ガチで食べた顔してて笑って。続いては、大物選手の挑戦です。大物が投げれるんじゃないですか。なんか、やっとれますよ。そうですね。やっぱり、リガリを飛ばしていただきます。それでは行きましょう。赤チーム。松村、どうぞ。おー、いいね。そんなよ。飛び越えますか。これまだいけそうな感じする。なんでトップの声出そうとして準備したって力ない。最後、赤チーム。はい。はい。はい。今日あれなんで、第6種目もあるんで。でも一応飛距離1位取らせていただきました。この後も頑張ります。次、障害物競争あって、あっちからさ、走ってくんだよ。最初三輪車があってさ、パンクイがあってさ、
次、足つぼがあってさ、最後、片栗粉の中には顔を突っ込むんだよ。これ全員やるから。お前、長腕。え、腕長っ。でも違うよ。腕マジで長いよ。もう、しゃぶっちゃってる。もっと、さすがに短くない？こんなもん、まあ、別にあんま変わんないけど。俺が短いんだ、これ。あれ俺、セット合ってた？俺、短っ。短い。みんなこうやって飲んでんの？じゃあ、皆さん、あと20分半前。そんなことないよ。体の使い方や。全身運動だ。体使うのが楽かな。短いから。何が言ってんだよ。さあ、皆さん、お待たせいたしました。続いて、第2種目目は、障害物競争！いやさあ、ということで、こちら、障害物競争の印象ですけども、ちょっといかがですか？いや、我々ゲーマーなんで、はい、足つぼが不安。足つぼが我々足つぼ全員ちょっと怖いんじゃないでしょうか。いや、でも、おぼは全力疾走するって言ってたよ。ほんと、すげえおぼ、すげえな。やば、痛くない、痛くない、痛くない、俺大丈夫だよ。さすが、がいるんで大丈夫。いいですか、トムチームどうですか。いや、ちょっとね、おぼがあまりにもかっこいい発言を残しているということで、はい、いや、ただうちも、あのシャルさんが足つぼ出してみて、どういう一周ですよね、コーンは。コーン一周です。コーン一周、あ、いや、で一周して、あの、あ、まっすぐ行ってもらう。いけるぞ。はい、行こう。コーン一周でしょ。いいね。やめろよ。いや、もう横のが妨害する気満々なんすよ。お前やめろ。妨害ちょっと、なんか正気悪いね。正気の悪いじゃねえよ、お前。最初から作戦会議してたろ、お前。俺、一生懸命やらせていただきます。まあね、競技大会には、やっぱり本能で戦うタイプと、知能で戦うタイプと、2つの戦います。まあ、僕たちは本能型なんで、まずはスタッフを、取り潰していきたいと思います。頼むよ。どうなるってこと？大変。目の中にすげえ片栗粉入ってんな。
大玉転がしでございます。しかも次の大玉転がし、中に人が入るタイプの大玉転がしです。カーロンドプラ、アンカーがつけるらしいです。はい、これ大丈夫かな。これ結構中でぐちゃぐちゃになるけど、これこれグッてなってあいってなってしてですか。でこんなとついたらこれ中でグッてなるんですよ。これ流れ出てきたのに内臓ぐちゃぐちゃになってるかもしれないけど大丈夫かな。気をつけてください。大丈夫かな。気をつけてください。ボールが巻いてあるんですね。投げる場所はどこなんだ。あ、巻いてあるわ、ボール。チームはどうしてるんだ。まあ、どうして囲むのか。こうか。はい。あ、意外とそんな動くんだ。はい。待って、むずいぞ、これ。
ていってもカニバグってんじゃねえかよ。あ、なるほど。辛い記憶を思い出しました。結構入ってる。あれ、後ろもいない。なんかいっぱい入ってる。あれ？なんか入ったな。あ、落ちた分追加されたのかな？はい。終わった後ですね。おい！どれだ、お前だろ、お前！お前だろ、どうせ！いない、いない、お前いなくていいけど！俺じゃない、俺じゃない！こういう、そんな、お前なんだよ！いや、俺やってないよ！でもちょっと、もうちょっと俺の方見てないと大丈夫だよ。破壊されてない。全部破壊されてる。
全部赤井さんです。勝利者のライリーさん、左は左は、ちょっと待って待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 まずは剣を混ぜて、おっ、頭を攻めた、いい戦いだ、いい戦いだ、いい戦いだ、おっ、お前まで当たる、やばい、やばい、今度は下、頑張れ、今度は下、下段を狙う、下段を狙う、下段を狙う、お互い頭が割れてる、さあ、腕しかない、下段だ、足も当たった、もう全部当たった、当たった、当たった、取って、取って、取って、もう15秒経ってます。あと4秒。時間ねえぞ。時間ないっす。さあ、5秒。前向きな剣士。足足。さあ、かかってこいと。カウンターを止めた。1個。いや、さあ、1個持って。いや、似合ってくれた。いや、頭を狙うから、トラブルができない。あ、いいよ。攻めろ、攻めろ。攻めろ、攻めろ。よし、よし。攻めろ。いいぞ。素晴らしい。まだ負けそうだぞ。まだ何をしてた、負けそうだぞ。まだなんでよ。まだなんだよ。なんでなんだよ。なんで負けたんだよ。なんで負けたんだよ。さあ、そして赤マザーは残ってる風船は二つ。なんでだよ。おい、おかしいよ。ケイさん合わねえよ、マザー。最初の20秒、挨拶で20秒武器なかったのになんで負けたんだよ。あ、そうじゃねえよ、悔しがんな。さあ、スタンミ前に出る。ケンキが剣を抜いた。よし、よし、から。おお、マジの声が出た。さあ、剣を落としたケンキ。すぐさま拾って。いいぞ、いいぞ、さあ。抜けてくる。相手の様子見て。もう5度以上の点で剣。それでもいった。まだ。青チームです。離されたか、これ。よっしゃ。
6種目の本日の最終、試合となります、その準備に入りますので、最後のハイライトをご覧いただきながらお待ちいただければと思います。なんか体操着でこのここに立つのも蘇るわ。承知アンカーあったからね。皆様お待たせいたしました。いよいよ最後の種目でございます。最後の種目は最終種目回200メートルリレー。うわあ、リレーとかいつぶりだよ。シンプルでございます。俺はシンプルだ。それでは参りましょう。本日最終種目200メートルリレーお願いします。さあ、ピストルを出した。レッドボールだと。早い。くぐり。先にリードを取ってるのは。赤 X 級、置いていかれるのは青 定時。ただ前にそのほどリードは取れてないか。さあ前に上がった、追い抜けるシャトル、右側の技、そのコース 50m を背中で走り切る、バトンを渡った、重田さあ接触、転倒だ、投げ転びだ、追いかけていく、最後まで上がらない、頼む、さあさあさあ、見て見て、ロッツだ、負けたの、負けたか、赤負けたか、同点を切っている、勝利者の赤チームでーす。さあ、その後はい、この後は閉会式になります。そのままお待ちください。さあ、その改めてですね、お話伺っていきたいと思います。まずは、はい、はい、はい、最初はね、本当にこのチームでね、まあ、だいぶ僕落ち込んでたんですけど、まあ、なんか仲間の助けもあり、見せ物を作らせてくれて、最後リレー、まあ、いい思い出ができたんじゃないかな。やっぱ来るんですよ、最後のインタビューは来るんですよ。いや、よかった、よかった、よかった、本当に顔真っ白になりながらもね、真っ白になりながらもありがとうございます。なんで感動いいんだよ。おさん、はい、このチームでいや勝利を掴んだ、うん、スタさんがもう抜いて入ってきた瞬間、俺ちょっともうなんでこんな気持ちになってるのか感動しちゃって今日このチームでよかった、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして続いて馬田さん、はい、はい、勝ててよかったですね、うん、本当にあの後ろから立ち上がるオブの姿は本当に情けなかった。必死にこう立ち上がっていく姿ね、やっぱああいう気持ちは忘れちゃいけないなと思いました。諦めなかったか、諦めなかった、諦めなかった、ありがとう、はい、ありがとうございました。はい。いや、僕もね、さっきマザーが言った通りね、ここがボケてね、うわ、滑稽だなと思ったんですよ。でもね、やっぱ滑稽な姿っていうのはね、心が動くんで、俺マジ勝たないとなって本当に思ってたんで、全力で走りました。勝ててよかったです。ありがとう。デコボコチームだったんですけど、最後まとまったよね。まとまった、まとまった。はい、勝ちました。はい、いやー、勝ちました。いただきました。帰ろう。というわけで、今日の夏、レッドブル、運動会でございました。今日の配信は終わり。お疲れ様。
じゃあね、みんな。お疲れ様。はい、じゃあね。